おはようございます。これより本日の会議を開きます。日程1、議案第74号平成29年度読谷村一般会計補正予算第7号についてを議題とします。これより質疑を行います。議席13番、植地栄議員。おはようございます。それじゃあ、実質的には4点ほどでございますけど、お願いします。まず歳入の方ですね、13ページでありますけれども、国有提供施設と所在市町村、助成公金、308万9000円の補正額でございます。この助成公金につきましては、米軍や自衛隊に使用させている土地、建物及び工作物に、固定資産税相当の額を交付するというふうな制度であるわけですが、前年度が8,900万8,000円ということでございまして、900万ほど減っているわけだが、その理由等について分かれば説明お願いします。古堅守総務課長。はい、国有提供施設と所在市町村助成交付金は28年度に比べて890万、91万円、減となっております。で、27年度においてはその前年度に、比べて、1500万余り増えているわけでありますけれども、この減の要因としましては対象資産、建物、工作物等の減価償却があったものと思われます。で、沖縄県全体でも、減少しているということでございます。植地栄議員。はい、減価償却というようなこともあるわけでございます。これまでもいろいろと質問してきたわけでありますけれども、基本的にはそういう減価償却を出す場合には、対象となる施設をですね、国の方は把握しているというふうに思っているわけですが、この辺の資料等の入手などはどうなんですかね、できないですか。古堅守総務課長。その算定資料については防衛省からの、資料をもとに整備、計算されているということで、公表されていないので、内容についてはちょっと把握はできていないというところです。植地栄議員。例えば鳥居ステーション内におけるですね、建物とかなり建設されているような感じが受けるわけですが、その辺については、当局として把握されているでしょうか。お伺いします。荒垣和夫企画政策課長。近年ですね、国道バイパスから見える場所にですね、建物が建ってきているというものは防衛省を通してですね、説明を受けております。その辺の建物については、把握はしておるんですが、いつ頃完成でというものは少し、内容については把握はしております。で、今議員がおっしゃる、そういった、建物についてはですね、米側が、作るもの等についてはですね、この、今ご質問の、国有提供施設と所在市町村、助成交付金の方ではなくてですね、米側が作るものは、米軍資産ということで、次のページの、施設と所在市町村の、調整交付金に、含まれてくるものであると理解しております。植地栄議員。できるだけですね、そういうのが把握できればいいかというふうに考えておりますので、引き続きこの件につきましては何とか入手できるようご努力をお願いしたいと思っております。次に、次のページ14ページ、今お話あります施設と所在市町村、調整交付金につきましては、これは今お話ありますように、
米ドル資産の対するいわゆる固定資産税と、それから米軍にかかる、米軍にかかるいわゆる市町村民税が今非課税になっているわけでございます。で、平成23年の3月31日のですね、本村における米軍人頭の数につきましては、居住者数が2222人おります。そして、施設区域内が324人、そして施設外に1898人の軍人軍属等がいらっしゃるわけでございまして、その方々に対する、市町村民税本ならかかるべきだけれども非課税だというようなことで、それのいわゆる影響等を勘案してこの2億4000万余りがですね、交付されるわけでございますが、この件につきましては平成20、現在のですね、米軍人軍属等の課税について当局についてお伺いしたいと思います。荒垣和夫企画政策課長。大変申し訳ございません。ただいまですね、ちょっと手元に資料を持ち合わせてないもんですから、数字については、もちろん資料としてありますので、現在ちょっと資料を持ち合わせておりませんので、お答えは少し控えさせていただきます。上地栄議員。で、平成23年度におけるですね、いわゆる施設等所在調整交付金の金額が分かれば、教えていただけますか。古源守総務課長。平成23年度の施設等所在市町村調整交付金は、2億2735万3000円でございます。上地栄議員。これから見られますようにですね、平成23年度からもう6年経っているわけでありますけれども、申し上げたいのは、その金額が1400万ほど増えているということでございます。その背景には、固定資産税相当分の米ドル資産と、それからまた軍人軍属の増加が考えられると思っているわけでございますが、その件に関しての当局の見解はいかがでしょうか。荒垣和夫企画政策課長。はい。施設等所在市町村、調整交付金につきましては、若干議員の方と、見解異なりますが、我々の方としてはあくまでも米側の、資産ですね。例えば米側が直接建てた建物、またはそういった、施設とかそういったものにかかるもの、本来であれば、これがもし、日本国の通常の民間であれば、それに対して、固定資産をかけるわけですが、米側が建てた施設、そういったものの資産については、できないものですから、それに対する、交付金がこの施設等所在市町村調整交付金と理解しております。したがいまして、軍人の数だとか、そういったものとかっていうものは、この分には含まれてないものと、そのように理解しております。上地栄議員。この件につきましては、当局が出された説明資料の中でですね、いわゆるこの米軍人にかかる市町村民税の非課税措置等による配慮という書かれているものだから、引き続きこれ、そういう答弁じゃなくして、ご検討をお願いしたいと、調査をお願いしたいと思っております。次に移ります。25ページですね。これ全教でも聞くのちょっと忘れましてですね、この中で諸収入であります。
この中で、読谷村農林漁業構造改善緊急対策事業補助金、の返還金ということで121万5000円が歳入としてあります。で関連して歳出の方で、ページ41ページの方で、これは農業振興費の中で読谷村農林漁業構造改善緊急対策事業補助金返還金という形で、まあ、一応歳入と入ってまた歳出出しているものですが、その事業内容と理由等についてお伺いします。城間康彦農業推進課長。はい、この、案件については、読谷村酪農団地なんですが、場所としては祖母の高津芝のですね、今ある、お菓子御殿のペースト工場の北側にある酪農、団地がありまして、事業としては昭和54年に、出来上がっております。やって、まあ、酪農をしなやっていたんですが、まあ、途中からは肉用に今変わっている状況でありますが、その、建物について、地主さんと、団地の事業主体である組合等の方でですね、土地の明け渡しの訴訟になりまして、その訴訟を通して中で、組合側と、地主の方で、和解をして、平成29年5月末日で、明け渡しをするということの和解勧告が出て、それを両方を飲むという形になっております。ただしかし、酪農団地については補助金適正化法で38年の、補助期間がありまして、この38年になりますと最終年度は平成30年、3月、今年度いっぱい、でしたが、先ほども申し上げましたが和解勧告で、29年5月末で、取り壊されていますので、10ヶ月余りのショート、耐用年数以前に壊したということになりましたので、その部分について国の方から補助金の返還命令という形になっております。ですので歳入の方としては国がも補助金入れてます。村の方も 7%、 国は3分の2ですね、村は 7% 入れてますので、歳入で国と村の分を受け、歳出の方で国の方に返還していくという手続きの予算となっております。植地栄議員。まああのまあ、38カ年という長期にわたるですね、いわゆる関係でこういう事態が発生しているわけでありますけれども、これは総事業費としていくらかだったか教えていただけますか。城間康彦農業推進課長。はい、9900万ですね。ただ、この分については建物だけじゃなくて、あと機械類とかですね、車両、そういう、付帯施設も、入っております。植地栄議員。次の質問に移ります。32ページでございます。まあ、あのこれは戸籍住民基本台帳でございます。マイナンバーがですね、かなり注目されているわけでございます。で今回もまた補修があるということでございますけれども、平成28年度ではですね、このは回収費は651万6000円651万6572円が執行されまして、委託料が633万2000円だったわけでございますが、で今回また124万5000円ということで回収するわけでございますけれども、これは毎年回収するという形になるんでしょうかね。比嘉力子住民年金課長。はい、今年度の方は、マイナンバーカード等の記載事項の充実に係る既存システムの回収ということで、連絡が来ていて、この回収となります。毎年度あるかというのはまた、時期連絡が来るということです。植地栄議員。
まあ、それで開始を伴ってですね、実際のこのマイナンバーカードの数をお伺いするわけですが、去年の8月段階で、通知カードは1万6210件でございました。で、個人番号の申請者、マイナンバーの申請者が2049人だったわけだが、現段階におけるこのマイナンバーカードの申請者数、保持者数、教えていただけますか。比嘉力子住民年金課長。はい、11月末の、通知カードの送付者数の方は、1万9989件でございます。で、マイナンバーカードの方は3724件でございます。上地栄議員。まあ、パーセントとしてはどうなります、何パーセントぐらい言ってますか。比嘉力子住民年金課長。はい、通知カードの方は、送付率の方は 96% で、マイナンバーカードの方の、交付率は、6.6% となっております。他に質疑ございますか。議席5番、山城正規議員。はい、数点お聞かせください。まず歳入の方の17ページ、取引地の再編交付金についてであります。これは補正前の額はゼロで、今回の補正で2324万円が入ってくることになっています。これはまあ平成28年度もあったわけで、平成28年度はまあ4192万円に決算の方でねなっています。それで当初からこれは組まないで、この時期に予算がですね入ってくるということの理由はどういうことでしょうか。荒垣和夫企画政策課長。はい、お答えいたします。まあ、再編交付金についてはですね、沖縄防衛局長から読谷村長に宛てて、平成29年度の交付決定の通知が、来ましたが、その、決定通知が来たのが4月26日でございます。従いまして、この決定を受けるまではですね、なかなか予算に計上できないということと、でもう一つ、4月26日以降に、もちろん計上、やるべきではありますが、例えばその6月とか9月ということもありますが、セットでですね、基金に、歳出側で基金に積むということも含めまして、12月、この時期に、計上させていただくということが妥当という、そういう判断のもとで、今回12月に計上しております。山城正規議員。この交付金については、期限が延びて単年度収入が減るということを、議論になったわけですけれどもね、でそういう不安定さが大変気になるわけですよ。でそれで4月26日に通知が来て、その後こういう手続きになっているということだが、予算編成の時期にはそれは見通せないと、あるいは通知がないというようなことなんでしょうか。荒垣和夫企画政策課長。新年度の予算編成、最終的に固まるのが、1月末から2月にかけてということであります。で、その時点ではですね、いくつかの方法で予算を計上するという方法もございますが、あくまでも見込みで、計上してしまってしまいますと、またそれを減額したり増額したりということで、いずれにしてもまた、予算を、補正予算かける必要があるという、そういったことの判断からですね、このように、予算計上の手法を取らせていただいております。また今年度は、国の方からもですね、この特措法が延長になるという、そういったお話もあったもんですから、額の方がですね非常に不安定であったと。例
例えばそういった変更がなければですね、昨年並みの計上ということも取れたんですが、今年度、まあ、特措法の延長というそういったことの情報が事前にあったもんですから、計上を見送ってですね、この時期に決定通知を受けた後に計上させていただきました。山城正規議員、はい、まあ、そうするとこれはまあ国サイドの方の動きが少し気になるなというふうに私はまあ思うんですけれども、そうすると金額がですね、平成28年度決戦で4172万円余りが決算ではね入ってるわけですよ。で、今回が2324万余りということになると、これは今後もまた補正があるのかどうなのかですね、総額はいくらぐらいになる予定なのかお伺いします。荒垣和夫企画政策課長。はい、まあ、29年度につきましてはですね、今回計上しているこの2324万3000円で、確定でございます。で、次年度以降につきましてはあくまでも想定ということではありますが、今年度と同額が次年度も、決定される見込みということで考えております。まあ、総額につきましてはですね、まあ、工事の進捗状況だとか、そういった若干の変動はございますが、約5億円程度と、まあ、見込んでおります。しかしながら、これにつきましては、進捗状況、そしてまた、若干情勢の変更等もございますので、あくまでも見込みということで、ご理解いただきたいと思います。山城正規議員。はい、じゃあ、まあ、平成29年度はほぼ2300万に落ち着くという見通しだということですね。まあ、総額としても5億円が、まあ、ほぼ決定かなと思うけど、いくらかまあ不安予定が、不安的なね、不安な要素があるというふうに理解をしておきたいと思います。で、27ページの方でお願いします。27ページの方で、議会、運営事業の政務活動費の45万円の減額予算があります。私ども議員が支給を受けている政務活動費、これがまあ45万円減額になるということであります。まあ、私はこれは拒否していますので、私の部分も入っているだろうというふうに思うんですが、この45万円の内訳ですね、年間通じて受け取らないのが何名なのか、それから前期受け取って後期受け取らないとかいうような方もいらっしゃると思うんで、そういう前期受け取ったものが何名で、後期受け取ったものが何名とかいう内訳について、お聞きしたいと思います。与那覇美沙夫総務部長。はい、総務部長の方でお答え申し上げます。前期分受け取ってない方はお二方、後期分受け取ってない方は3人になります。前期分で9万円ですから、かける2人分の18万、後期分9万円かける3人分の27万、合計45万でございます。しばらく休憩をいたします。再開いたします。山城正規議員。はい、結局、まあ、年間通じて受け取らないというのは、まあ、申請もしないわけですけれども、前期受け取ったり後期受け取ったりしている方々は、まあ、申請はしているけれども受け取ってないというような形になると思うんですよね。で、それでこの年間の半額しか受け取ってないという方々の理由なども把握されていますか。しばらく休憩いたします。再開いたします。与那覇美沙夫総務部長。はい、特に理由は伺っておりません。山城正規議員。はい、一応進めたいと思います。46ページの方でお願いします。
46ページの村道中央残波線の整備事業の中で委託料として、費用便益費算定委託料、これが242万円減額になっております。これの説明を聞いたら、中央残波線の延伸が見送られたというようなことが説明にあったと思うんですよ。でこれは、まあ、中央残波線今は波平まで来ているけど、その後は残波まで向かっていくだろうというふうに私どもは思っていたんですが、この延伸が見送られたということについてのご説明をお願いします。しばらく休憩いたします。再開いたします。山城克爾土木建設課長。はい、今ご指摘のですね、費用便益算定委託料の金額、減額金額なんですけれども、先ほど議員さんがおっしゃった242万円という、まあ、ご指摘があったんですけど、実際はですね197万7千円の、金額になります。はい、でその、金額におきまして、先ほど、ご質問がございました村道中央残波線のですね県道6号線から延伸の見送りという部分におきましては、現在読谷村の第三次道路整備プログラムというのがございます。そういう中で短期路線、中期路線、長期路線というような位置づけで、まあ、計画を進めてはいるんですけども、そういう中で、南地域、南地区のですね、仮称であります村道非常横断線という部分の、道路の部分におきましてですね、整備を進めていくというような形をですね、村としては進めていきたいというような、いろんな他路線のですね、整備計画の、計画を考えておりまして、そういう中で財政事情とかそういったいろんな、進捗状況も鑑みまして、村道中央残波線の延伸を見送ったということでございます。山城正規議員。はい、そうすると、まあ、予算的な関係で優先順位を引き下げたというふうに理解していいんでしょうかね。はい、でそれでその関係で今非常横断線というのが出てきたんですけれども、これは中央残波線ではないわけですよね。別個の路線で、非常から古源に、伸ばそうということだと思うんですけど、そうですか。山城克爾土木建設課長。はい、今、お話ししました、仮称、非常横断線の部分におきました南部地域のですね、国道58号と読谷道路を結ぶ、幹線道路に位置づけられております。山城正規議員。はい、そうするとですね、話は戻すんですけれども、この中央残波線、これは、まあ、残波まではね、伸びていくだろうというふうに思っているし、でこれは急いでやった方がいいなというふうに私などは思っているわけですよ。でその中央残波まで行ったら次はどうするんかなというようなこともいろいろ思っていましてね。で村民の間でも長浜地域をどうするんだろうなというのもあったりしてね、その中央残波線がぐっと長浜をこう回ってきてね、58号まで行くというようなことであればね、これは大きなメリットあるなという議論もねあるわけですよ。そういう中で今回今の波平までのこの中央残波線がね、それが延伸が見送られたというのは、これは私としてはとてもまあショックというか、これはかなり遅れるなというような印象を持つわけですけれども、結局はまあとりあえず残波までのこの中央残波線というもの、当面もこれはもう見通しはないというようなことで受け取っていいんでしょうかね。大城智樹建設整備部長。はい、読谷村ですね、いろいろ平成18年から運用地も300ヘクタール近くあまり返還されてきて、村道もご飯をやっていましてですね、まずは今走ってるのを終わらせて、
そして新規でやってくださいというのが国の方からあるもんですから、それもしながら、あるいはこれは国交省ですね、防衛の予算ですから、非常にですね、これも道路整備プログラムが平成20年にできてるんですけど、その後に米軍最悪が24年に入ってきましたので、情勢動いてますから、これはそれぞれ見直すということですので、それも考えながら、次年度はですね、予備設計も、非常にの予備設計もしながら、そしてこの優先順位もまた考えながらやっていきますということですから、決して伸ばすということじゃなくて、できる対応費の中でですね、どのようにやっていけばいいかというのを、また次年度考えながら、道路整備プログラムの中で、この路線の延長をやっていきたい。重要な路線に変わりないということはですね、我々の建設整備部としては持っていますので、やっていきたいということでございます。山城正規議員。はい、結局はそういう形で今ルール説明はしていますけれども、これは見通しが持てないのかなという印象であります。しかしここはですね、これは本当に中央、読谷の中央線でありますのでね、これは永久に努力する必要があるんじゃないかなというふうに思います。進みます。あと48ページ。の座喜味ニューバル地内の排水路整備事業81万9千円についてです。もうこのニューバルについては一般質問してからもう 4,5 年ぐらいになるというふうに思うんですよね。でそこを係の皆さんも永遠努力してきて、いろいろ地形的にもこの我々は川と言ってますけども、座喜味城址からのその流れですね、このせせらぎをこれは大事にしたいというようなことで進んできました。でいよいよもう着工かなというふうに思っています。それで今回の81万9千円についてのですね、工事内容についてお伺いいたします。山城克爾土木建設課長。はい、今、座喜味ニューバル地内排水路のですね、整備位置の、隣接する離道がございまして、その離道の機能回復ということで、また、完成後の排水の維持管理も必要となってきますので、その部分の入り口部分のですね、間口が狭い部分があるものですから、その部分を確保するために、擁壁を設置するという考えで補正増しております。山城正規議員。それについては当然必要な道路だと思うんですけれども、これは当初入ってなかったということですかね。この 1.5 メートルを確保するという中には確か浅井内も入ってるんじゃないかと思うんですけれども、そこら辺のその整理もこれはやってきたのかどうなのかね。結局 1.5 メートル確保するというのは、今入り口のところは右側は個人の擁壁が立っていますよね、ブロック塀が。そして左側の方はもうこれは川と、そしてその川の底にはニューバル橋という橋があるわけですよね。でそれを 1.5 メートルこれは拡大するということになると、どういう形になるのかなと思うんですけれども、いかがですか。山城克爾土木建設課長。はい、ご指摘で、既存の、建築ブロックというものがございまして、で県道側においても住宅が張り付いてますので、その排水路側の部分にですね、排水路側の部分に80センチ程度ですね、コンクリート、今言った擁壁をコンクリートをこの部分に打設をして確保するという考えでございます。で当初はこの擁壁に対して、片枠を設けて、コンクリートの打設というような考え方を持ってたんですけども、ただ、今言った擁壁の横に建てるにあたって、高さとかですね、幅が結構大きな部分になったものですから、それはちゃんとまた、片枠とかそういったまた足場とかっていう形でですね、補強しないといけない部分が出てきたものですから、それで今回を、コンクリート打設のものから擁壁というような形でですね、格子を変えた部分の伴いましての増額ということで考えております。
山城正規議員。そういうことでですね、難しいところもあるんですけれども、ここはいわゆるザキミュージョーシュ世界遺産の関わりで、バッファゾーンのこの川ですからね、少しそこは丁寧にやってほしいなと思います。で、工期はいつ頃までに予定していますか。開始と終了工期。山城克爾土木建設課長。はい、工期におきましては今年度、3月末日を、完成として予定しております。山城正規議員。はい、ぜひですね、努力をしていただきたいと思います。で、ただ工事するときにそこ奥の方で農業されている方、あるいは向かい側に、農業されている方もいらっしゃるわけですよね。そういう方々との連携、コミュニケーションが取られているかどうかね、お伺いします。山城克爾土木建設課長。はい、地域の皆さん、隣接する方においては、役場からもそうですし、また、業者側からも、連携を図りながら、工事を進めていくということで、進めております。山城正規議員。はい、待ちに待っている工事ですので、ね、一つ、進めていただきたいと思います。あと50ページの方でお伺いします。50ページの方で住宅リフォーム助成支援事業で、50万円補助金が追加されるということであります。説明によると当初100万でしたけれども、それにさらに100万追加して、今回50万で250万になるというふうに説明来てるんですけど、間違いありませんか。金城博文施設整備課長。はい、間違いございません。山城正規議員。はい、議長。平成28年度決算で見ると、これは88万1000円でした。だからかなりの伸びであります。関係者の皆さんの努力に対して、敬意を表したいというふうに思うんです。で、28年度は8件と。いうことでしたが、今回は14とぐらいになりそうだということですが、その件数についてね、お伺いします。金城博文施設整備課長。はい、お答えいたします。申請自体は16件ございました。で、今回確定しているのが14件でございます。で、15件を見込んでおります。で、15件のうちで15件で244万6千円の実績を見込んでおります。以上です。山城正規議員。はい、以上。かなりの伸びでございます。28年度が8件でしたからね、今度14件、15件まではいけるんじゃないだろうかということで、驚異的な伸びだなというふうに思うんです。それで申請の条件がね、いろいろ変わってきて、申請がしやすくなったというようなね、ことを予算で説明を受けたと思うんですけれども、特に今回、29年度伸びている工事の種類というのが特徴的なことがございましたら、お答えください。金城博文施設整備課長。お答えいたします。バリアフリー改修工事も伸びてますし、耐久性工場の改修工事も伸びております。主に外壁であったりとか屋上のコンクリートの劣化、そういったものに対応する工事でございます。以上です。山城正規議員。はい、わかりました。これは国県の方もいろいろ改善をしていくようでございますので、引き続きですね、努力していただきたいなと思います。で、今の時点で、総工事費の金額ご存知ですか。今までの時点で。金城博文施設整備課長。はい、お答えいたします。補助対象工事費としましては約1720万円を見込んでおります。
で、それにかかる、まあ、補助対象以外のものも含めての全体工事につきましては、2570万円を見込んでおります。以上です。山城正規議員。はい、分かりました。次進みます。あ、以上です。以上です。他に質疑ございますか。議席18番、国吉正和議員。今さっきの質問者と関連がございましたのでページを飛びますけど、その方から先に行かせていただきたいと思います。ページ46ページですね。今さっきも冒頭出まして、数字のチェックを入れたのも私はしっかりメモしてあるもんですから、そういう話になったかなということでございます。施設部長に伺いますけど、先ほどの議論も聞いておりますと、優先順位は特段落ちてるとかそういうものではないと、ごめんなさい、費用便益査定の件でございますね。優先順位は落ちてないけど、他の工事、それから国の工事とか、国の予算の関連で、そういうような状態になっているということで説明いただいているわけですけど、これまでですね、地方残破線というのは、ほとんどがいわゆる村有地に地方残破線作ってきているわけですよね、ほとんどがですね。これから先の北に向かう中央残破線はある意味で民有地に入っていくわけですよね。それからすると、私はこの道路の完成というのは非常にそこら辺の用地の問題とかいろいろ出てくるかなと思ってるんですけど、皆さんそういうようなことに対してどのように考えますか。大城智義建設整備部長。はい、中央残破線非常に重要な道路と思っています。西側のですね、観光リゾートの地域から観光道路としても非常に重要です。でこれは今までは読谷工場には通ってますから、用地は、そういう用地ですけど、でこれからは民用地に入っていきますけど、それもドゥとかですね、まあ、3パターンありますので、それは今からまた決めていくというふうになります。それからこの費用対効果もですね、今までの読谷補助費工場内は、要するに建設費に対して用地費が安いわけですから、費用対効果が非常に高いんです。で費用対効果というのは経済企画というのは1以上ないと、国の予算とつきませんので、その路線が、選定をして一番費用対効果が高いところを選定していくことになるだろうと思います。ですから今ある元の幹線の路ですね、それを克服するというふうなルートになっていくと思うんですけど、これはまた今からです。非常に重要な路線であるということには変わりはないですので、早めに手がつけられるように頑張っていきたいと思います。国吉正和議員。今の質疑を踏まえて村長に伺いますけど、国からすると普通の単なる道の補助金要請にしか聞こえないはずですけど、常々、村長がお話しているように、まあ、先ほど部長もこの読谷工場返還されたのが平成18年と、まだ10年ちょっとで、村長も常々いろんなところで挨拶を述べるのが、国は2度目のオリンピックを迎えるけど我々は今戦後復興のスタートについたばかりだということからするとですね、私はこれからこの中央残破線の北に向かうのも以前は、軍用地も相当あったわけですよね。いわゆる飛行場ですね、大きなボロポイントをはじめ、そういった、いわゆる戦争の残りというようなのがあったわけです。でそれからするとですね、単なる道を作るというものとも違うかなと。それは先ほど部長からいわゆる投資効果と、これまでの地方残破線は工事費用地費はいらなかったから、それからすると莫大なこれは投資効果があるというのは、これはその通りだと思ってますけど、これからの北に向かっては単なるそれの延長じゃなくてですね、やはり戦後処理も入ってるんだということで、しっかり私は国に訴えるべきかなと思ってるんですけど、そういう意見に対して村長どのように考えますか。石峰伝実村長。はい、現在までは国道から県道をつなぐ道、それが読谷補助飛行場の中を通ったということで、今議論のある通りでございます。これからの道はですね、特に西海岸、
読谷村全体で約ホテルと言われているのが8カ所ありますけど、その大方がですね、これからつなぐ、道がですね、超残波線が、本当にあの残波もですね、開通すると大変なあの経済効果もですね、その利便性も生まれてくるという、西海岸にあるあの流動とホテルをつなぐ道としてですね、大変重要でございますので、積極的にですね、その関連省庁にですね、予算取りについても働きかけをしていきたいと思っています。国吉正和議員。ぜひ今の視点で鋭意努力してもらいたいと思います。それでは37ページいきます。そこの一番上の142036の19節ですね、私立幼稚園支援事業で602万4000円増になっておりますけど、全協での説明では栄光幼稚園が7月から認定子ども園に認定されたため、増額という説明を受けたわけですけど、いわゆるある意味で7月というと年度途中ですけど、そこの栄光幼稚園が年度途中で認定子ども園に変更したという理由はどのように把握してますか。大城真由美子ども未来課長。はい、嘉手納町にあります栄光幼稚園なんですけれども、この7月から、認定子ども園に、移行いたしました。当初4月から の予定という形で、嘉手納町から伺っていたんですけれども、もろもろの手続き等々の、遅れ等もありまして、でそれに7月になりましたというふうに聞いております。国吉正和議員。今経緯の話なんですけど、そこが認定こども園に手を挙げるという背景、理由というのはどのように把握しますか。大城真由美子ども未来課長。はい、栄光幼稚園さんなんですけれども、一応基本的に今まで幼稚園という形で3歳から5歳のお子さんを対象に、幼稚園をという形で行っておりましたけれども、認定こども園になりますと、一応2号3号のお子さん、いわゆる、3歳未満のお子さんも、預かることができまして、でそれで、一応読谷村のお子さんも、23名ほど、今回、行ってますけれども、施設型給付という形でですね、読谷村のお子さんは広域入所という形で、2号3号に関しましては、今回、負担金ということで、お支払いするということで、今回414万を補正増を行っております。でそしてまた一時預かり事業というのがございまして、下の方ですけれども188万4000円ございます。これはですね、認定こども園になりましたので、1号認定、幼稚園生3歳から、一応、5歳までのお子さんなんですけれども、一時預かりも行うということで、この利用料として今回補正増をしております。国吉正和議員。はい、丁寧説明ありがとうございます。で、そして 次の質問というのはその下なんですけど、14209の19の054認可保育園支援補助金と350万増でございますけど、これも全協においては若竹保育園がいわゆる次年度より25名の5歳児保育を実施するための補助金ということで説明を受けたわけですが、これまで村立保育所あるいは認可保育園では5歳児保育というのは実施はされてきたわけでございますが、新年度よりですね25名ということで大幅に増をしていくという、その5歳児保育はどのような原因理由ということで、皆さんは補正増に入っておりますか。大城真由美子ども未来課長。はい、今まで5歳児保育と申しますと、村立保育所とかでも5歳児保育受け入れますという形で、謳っておりましたが、実際ですね、ハンディキャップのあるお子さんが、1年ちょっと、保育したいとか、また希望する
保護者の方々に今5歳児保育をやってますよっていう話をしましても、やはりどうしてもお部屋の問題がございますので、4歳児と一緒の保育になりますっていう形に、申し上げますと、やはり5歳児はやっぱ集団で5歳児の同年齢の方々とということで、皆さん今までずっと公立の幼稚園または私立の幼稚園に行かれる傾向がございました。でところがやっぱり子ども子育て支援法もスタートいたしまして、そもそも児童福祉法の中でですね、市町村は保育を必要とするものに対してやっぱり保育をしなければならないっていうふうな文言がございます。でそれで子育て支援の観点、それから保護者の就労支援の視点観点からですね、やっぱり未就学児童っていうのは0歳から5歳児になります。でそれでやっぱりちょっと多様な選択肢も必要だなっていうこと で常々保護者からも5歳児保育の、要望ニーズ等もございましたので、今回平成30年4月1日から、認可保育園に、1施設なんですけれども、一応5歳児保育クラス、25名ということで、新設する運びとなりました。で、今後ですね、やっぱり保護者のニーズ等々も高いですので、また施設、5歳児保育ができるような、また認可保育園をまた、拡充していきたいなというふうに考えております。国吉正和議員。今最後に課長は今後拡充していくということの表現が出たんですけど、これは何かそういった、保護者のニーズが、今回25名ということだったんですけど、そういったニーズがあるということで、何ですか、そこら辺の答弁と、それからこれのですね、財源が地域福祉振興基金繰入金ということになってるんですけど、その説明を求めます。大城真由美子ども未来課長。はい、5歳児保育に関しましては、人数のアンケート調査も行いましたので、すみません、アンケート結果をちょっと削除してます。ですね、今年の8月に今4歳児の保護者に対しまして、現在の保育園で、5歳児保育を実施した場合に希望いたしますかっていうちょっと調査をさせていただきました。そうしましたら、70% 以上の保護者の方がやっぱり5歳児保育を希望したいということでの、ニーズ調査も、ございますし、であと認可の保育園なんですけれども、やはり0歳から5歳までの保育の重要性というあたりは皆さん、理解しておりまして、でそれでやはりできるんであれば5歳まで保育を実施したいという、認可保育園の希望もございました。でそれで、今回は、350万という補助なんですけれども、これは一応読谷村の補助金交付規則の中にですね、認可保育園5歳児保育実施にかかる支援補助金というのがございまして、で、5歳児保育実施にかかる保育施設整備等および備品購入費として、限度額350万なんですけれども、それを、交付しますという規則がございます。でこれはですね、国県等の補助対象とならない事業を村長が認めた場合ということになりますので、今回は若竹保育園はこの交付金を使いまして、もちろん事業、保育園自体の持ち出しもございますけれども、これで、実施していこうという形になっております。で今後やはり今回ですね、もう一箇所本当は5歳児保育を
というような形でお願いしてた部分あったんですけれども、やはりどうしてもですね、部屋の環境整備改築とかそういった意味でかなりもろもろ費用がかかりますので、次年度はですねまた別な補助メニューもございますので、そこらあたりでまた5歳児保育の導入を検討していきたいというふうに考えております。国吉正和議員。はい、詳細了解しました。続きましてですね、あと1点です。これ予算の組み替え理由の説明を求めるんですけど、61ページに当初組んでありました給食調理場管理運営事業の給食提供調査委託料230万の減で、それが57ページにそのまま230万で給食提供調査委託料というふうにして組み替えがされているわけですけど、その組み替え理由を説明を求めます。長峰博也学校教育課長。はい、この理由でございますが、当初ボリューム的に、給食調理場の施設の部分の調査まで、組み込んでおりましたけれども、本年度中に、相手方の、コンサルタントの方と調整しました結果ですね、本年度中にできる部分とそれからできない部分があるんだというふうなことでありました。したがって、今年度できる分については給食を導入した複数年保育も含めて給食を導入した場合に、どういうふうなことがあるかということでの幼稚園でのニーズ調査をやりたいということで、学校教育課の方への組み替えということになりました。国吉正和議員。今の答弁からしますと、当初年度で把握していたものをよりコンパクトに、いわゆるある意味で緊急に判断が必要になってくる幼稚園の複数年給食についてしっかり把握をしたいなということで、この組み替えが入ったというふうに私今理解してるんですけど、これはいろんな今給食調理場、いわゆる第二調理場の、ごめんなさい、失礼、第一調理場との兼ね合いもあるかなと思ってるんですけど、そこら辺再度確認を求めながら説明をお願いします。長峰博也学校教育課長。はい、今、調理場の方の進捗状況ですね、工事の進捗状況とも合わせながら今私たちができる部分の調査を、複数年保育導入にあたってのそれが可能であるかどうかということでの調査をですね、やっていくということで、お答えしたいと思います。国吉正和議員。で、この調査結果というのはもう早急に出るような、いわゆる専門のコンサル入っていくかと思うんですけど、早急にその調査結果というのは上がってくるような状況が見れますか。長峰博也学校教育課長。この予算組み替えをしていただきましたので、本年度内でできる部分については報告書をまとめていただきたいと思っております。しばらく休憩いたします。幸男さん、質疑ありますよね。休憩挟んでからその後にしましょう。討論等々もありますので、11時10分から再開いたします。